皆さんこんにちは、ダイスです。今回はスナックワールドトレジャラーズゴールドやっていきましょう。今日はサブクエストやっていきます。安定にすごい見てるよね、ロビンフッド。ねえ君、ちょっと質問いいかな。ほら怪しくて警察官止まってるから、立ち止まってるよ。大丈夫？その僕ってたくましく見えるかい？え、どうかな。いや、どうかな。そうだよね、やっぱりたくましくないよね。行きますよ。でも僕、大切な人のためにたくましくなりたいんだ。ロビンフッド一族に伝わる伝説のキノコ、それを食べればたくましくパワーアップできるはずなんだ。それが生えているのはキノコの遺跡、トリュフール寺院。キノコだけにトリュフール。でも壇上に一人で行くのはちょっと心細くって、もしよかったら僕と一緒に来てくれないかな。行きましょう。クエストレベル96です。君が一緒に来てくれると心強いんだけどな。ありがとう、とっても心強いよ。それじゃあ準備ができ次第トリフール寺院に向かおうか。警察の人がすごい気になるんだけど大丈夫？大切なあの子のためにたくましくなってみせるぞ。ロビンフッドと超人キノコ。よし。たくましい僕を見たらあの子もきっと喜ぶと思うんだ。たくましくなったロビンフッド。はい、ロビンフッドと超人キノコ。目玉報酬がデトニックリング、アクセサリーですね。ドレスコードがピンクになってます。ボスはこれはタイラントかな。私はボスに迷った時にはスペシャル素材が何が落ちるのかで何のボスなのかを判断することが多いです。ゾウマ人タイラントは種族がワンダー、属性が風でカラーがグリーンなのでバスターはそれで持っていきます。スーパーボスっていうわけじゃないので、まあ大丈夫かなと思います。行ってみましょう。ダイス。ここがキノコの遺跡、トリュフール寺院か。金ピカだよね。よし。そうでした。そういえば視聴者の方にコメントで教えていただきました。私これ豚さんなんでかなって思って、豚いるって言ってたんですけど、トリュフを探すときに豚を使ってどこにトリュフが生えているのか探すそうです。いや、調べてみて驚きました。私トリュフ食べたことないんですけど、まあ、世界最大珍味っていうぐらいだから美味しいんだよね、きっと。いつか食べてみたいです。なんか自分の感覚だとキノコだから山菜みたいに手で取るのかなって思っていたんですけど、豚ってすごいね。いやー、びっくりです。一つ覚えました。皆さんも何か言われたら、何かあった時にはね、トリュフは豚を使って探すんだよって言ったら、なんかこの人物知りってかっこいいですよね。いやー、すごい。っていうか、鍵落としてた。早いな。よし、到着。いや、このまま行っちゃいます。伝説のキノコは取れるかな。行くぞ。出たー、ゾウマ人タイラント。さてデビルコロンでアップして、はい、私水バスター V4 で、うわー、この杖しかないんだよね。あと V2 とかしかないんで使うんですけど、すぐ壊れちゃうんだよな。強化したいですね。うわー、危な。あ、真後ろに回りたい。あとはもう V2 とグリーンバスターと風バスターで1本ずつかな持ってきてます。風も V2 なんだよな。
なんか今後を考えるとなんとか属性の武器って V3 とか V4 を持っておきたいんだけど大丈夫かな。やべえ、またすーぐ壊れる。あ、でも基本的に後ろ側とかに張り付いてればタイラントもギリ目からも倒していけるから、まあ相当動くけど、できないことはないよね。でもよく当たってしまいます。やばい、クリームソーダカイザー、これ1回離れて近くに行って1回離れて近くに行ってってやると結構当たらない。よし、オッケー。どこかしらに間が空いててくれる攻撃だから結構楽なんだよね。マジメロンソーダ、いやでも最近メロンソーダ飲んでないな。あー、危ない。サイダーは大好きだけどメロンソーダも大好きなんだけど、あのドリンクバーとかね、飲み放題とかっていう時にしかメロンソーダ飲まないかも。びっくりしたって今攻撃のタイミング分かんなかった。いや、まだ半分いかないね。ちょっとこのまま押していきます。大丈夫かな。またジェニファーさん、もうちょっとなのにみんな倒れちゃいました。やばい、もうあの私痒くない。ジェニファーさん助けて、ありがとう。さすがジェニファーさん、もう少しなのに。あっ、ほな、やばい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 、ください、ください、ください、回復をください。ちょっとここ通ろう。どうしよう、ロビーフット復活してくれてる、これいける。ジェニファーさん、ああよかった。比較的倒しやすいって序盤で言っておきながらかなり苦戦したっていうあーでも勝ててよかったです。よかった。目玉報酬4つしかない、や出ないね。また来ます。もっとあの強くしてから来よう。うん、水属性耐性とかつけよう。伝説のキノコを手に入れた。よし、さて伝説のキノコも手に入ったし、これからあの子に僕のたくましい姿を見てもらうよ。そしてここはいつもあの子が歌っている場所。もしかしてあなたの大切な人ってモンスター？そう、僕の大切な人はアイドルのマーメイド。もうすぐ来るはずだからここでちょっと待とう。ロビンちゃん、今日も来てくれてありがとう。マーメイド、君のためになってみせるよ。君の大好きな強くたくましい男に。うわー、そのまま生で食べるの？天が呼んだが力湧いたか、森からの使者ロビフーと。もう大丈夫かな、筋肉だよ、完璧な筋肉ムキムキすぎ。私が好きなの細マッチョくらいなんですけど。惹かれてる、うわー、おっとレディを驚かせてしまったようだ。ところで君、彼女の言っていた細マッチョとは何だ？あの細めのマッチョ、どうやったらなれるのだ？レディのためにならなくては。いや、願いを叶えるとしたらもう彼らですよね。願いを叶えるとしたら呼びましょう。来たー、うちらに何か用かしら。いやだ、いい筋肉、やっぱりそこ反応するよね。うん、待って、ここで呼ばれたってことは
このマッチョうちらの好きにしていいってこと？いや、あの何も言ってないから、まだ何も言ってないから、お願い事があるだけだから、細マッチョにしてあげてください。よろしく頼む。あるレディのために細マッチョになりたいのだ。カタカナだしね、細マッチョ。なんでよ、いいじゃない、このままでいいじゃない。そのお腹いらないって言うならうちらがもらっちゃおうかしら。え、いや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 、お願い事してるから。うわ、君たち何をするんだ。うわ、ロビンフッドもタジタジだよこれ。翌朝。いや昨日はどうもありがとう。ね、本当大丈夫だったのかな。生きてたね。大丈夫だった？大丈夫も何も最高さ。こんなにいい気分はないよ。え？でも実はキノコを食べてから記憶がないんだよね。うちの一族にはかつて魔王を倒した英雄がいたんだけど、これ魔王を倒したってデミグラスのことだよね、多分。伝説のキノコを食べるとそのご先祖が乗り移るんだ。体もたくましくなるんだけど、その時の僕の記憶ないんだ。ないんだ。でも朝起きたら体中についてたんだ、傷マークが。おお、これってマーメイドのだよね。そうだよね。やっぱりたくましくなった僕はあの子に気に入られたんだ。これで記憶があればな。二度とキノコ食べない方がいいと思う。君のおかげだよ。俺にこのスナックをあげるね。それは嬉しいんだけど、これを呼び出してくれたらキノコを食べて駆けつけるからさ。これ駆けつけてもらったスナックと一緒にマーメイドのところには行けないよね。ジニーズのところにも行けないかな。なんか後が怖い。ロビンフッドマッチョのスナックを手に入れた。名前ロビンフッドマッチョ。いやそっか、マーメイドが僕に。ハート、いいのか、大丈夫。よかったね。なんかごめんね。なんかごめん。どうして謝るんだい、こんなに最高の気分なのに。あー、思わずにやけちゃうよ。真実は闇の中に葬っておこう。これは怖いよ。ロビンフッドと超人キノコ、バッチリクリアはしたけど解決はしてないよね。ということで行ってきました。そしてもらいました、ロビンフッドマッチョ。使うかどうかわかんないんですけど、なんか面白そうなんでどこかで使おうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。それではまた、 See you!